はい。どうも、西武所沢車両チャンネルでございます。今回はですね、京成押上線及び都営浅草線の共同使用駅でもある押上駅のニュースでございます。えー、あの、都営浅草線及び京成押上線の共同使用駅でもあるその押上駅のホームドアなんですが、2023年10月より順次開始するそうです。 京成電鉄および東京都交通局は共同使用駅である押上駅のホームドア整備工事を実施しているそうですで工事進捗に伴い当設備を今年の10月より10時使用開始をするそうですで設置箇所は押上駅の全ホームで使用開始日が4番線が2023年10月18日の始発 3番線が2023年12月2日の始発。で、2番線が2023年12月28日の始発。で、最後に1番線は2024年の2月20日の始発だそうです。そして、その設置日なんですけど、4番線は2023年の8月26日の終列車後。で、3番線は2023年の10月21日の終列車後。 2番線は2023年の11月18日の終列車後。で、1番線は2024年1月13日の終列車後に実施するそうです。そしてですね、そのホームドアなんですけど、あの、押上駅は、あの、都営浅草線のホームドアではなくて、その京成線のホームドアになるそうです。 京成線のホームドアですと、今はですね、あの、スカイライナーが停車する、その、日暮里駅と、あと空港台に見ると、成田空港駅の3駅だけなんですよね、今のところ、ホームドアが設置されてるの。つまりですね、この、京成線においてのスカイライナーが、あの、停車しない、いわゆる通らない駅ではですね、初めてのホームドア設置っていう形になります、これは。 今までは、あの、ほ、あの、ホームドアは、あの、スカイライナーが停車する駅のみだったんですけどね。な、今回はそうではない駅での使用開始っていう形になりますね、ホームドアは。で、東作浅草線なんですけど、豊洋作草線は、その、システムがない、QR コードを読み取ってやるシステムなんですけど、京成線はですね、その QR コードは使用しないんですよね。 ホームドアは。なのでね。まあ、押上げ線の方面の方ですよね、問題は。そこを QR コードにするのか、それともですね、あの、日暮里とかね、空港代に見るとか、成田空港と同じようなシステムにするのか、どっち、どっちにするかですね、ここは。まあ、あの、成田空港方面はもう京成線になるので、そこはね、もう、 QR コードは使わないでやるシステムになると思いますけど、浅草線方面ですよね、あの、京急線方面とかの。これも、あの、日暮里駅とかね、空港第2ビルとか成田空港とかと同じようなシステムにするのか、どっちにするのかですよね、QR コードを使うのか、使わないのか。まあ、可能性としてはね、多分ね、 管轄がね、京成線ですからね、これ。多分、押上駅は。あの、豊浅草線と京成押上線の共同使用駅である押上駅の管轄が、京成線なので、おそらくですね、QR コード使わないんじゃないかなと思う。浅草線と、あの、京急線方面のも、おそらく。まあ、とりあえずはね、まあ、設置してみて、 どういう状況になっているかっていうのを見ないとわからないと思いますね。うん。まあ、とりあえず私が収録するのはね、まあ、2月20日ですかね。その、1番線がホームドア使用開始した時に、それでまとめて確認しようと思います。ということで今回はですね、あの、京成押上げ線及び豊浅草線の共同使用駅である、 押上駅のホームドアの使用開始のニュースでございました。以上で終わります。